南隅軽弁鉄道1系蒸気機関車は南隅軽弁鉄道が開業にあたって導入した蒸気機関車である。後に大隅鉄道の国有化に伴い百145型となった。深川造船所が製作した車軸配置0から4から0系短式2機等、飽和式タンク機関車で2両を導入し1号2号となった。大きな特徴としては、便装置に 深川造船所で独自に開発したベーカー式弁装置を採用していたことが挙げられる。ベーカー式に分類される純リンク式弁装置を日本で設計製造したのは深川造船所のみで、その深川造船所製の機関車においてさえ、本形式以外では、八幡製鉄所構内鉄道向けなどに少数が採用されたのみであった。また、通常演出扉は右側に、 ヒンジがついているものがほとんどであるが、この機関車は左側についているという珍しい特徴があった。この意図は不明である。当初はドイツハノマーグと推定されるメーカーに発注を予定していたが、第一次世界大戦の影響で輸入が不可能となり、国産に切り替えて発注された。南隅京弁鉄道が開業する頃の大株主が、深川造船所三代目の弟、 深川忠義であったことが影響して、まだあまり実績のなかった深川造船所に発注されたものと推測されている。1914年5月に当局に設計認可申請が出され、輸入を取りやめて国産に切り替えたために設計変更を行うなどして認可が遅れ、1915年3月11日付間498号で認可された。 当初3両購入予定であったが、予算削減で2両となった。この車両は、実運用に入ると、よく故障を起こしていたが、しばらくすると安定稼働されるようになった。1933年6月に、タンコスペースの多くを水槽に変更し、後部にタンコを増設する改造を受けた。1935年6月1日に、大隅鉄道が、 国鉄に買収されフル高線となると、K145 系の K145K146 に、改番された。なお、K145 型という形式はこれ以前に、千葉県営鉄道からの買収車両にも使われたことがあるが、異なる車両である。1937年及び1939年に、松浦線に転属となったが、予備機となって、あまり使用されず、 1941年に廃車となった国鉄家145形状機器官舎に関するカテゴリーありがとうございます。